緊急特番総合型スポーツクラブを止めるなということでですね、えー、始まりました宮城ダスクのスポーツビジネスゼミでございます。えー、今日はですねあの、ちょっといつもとね、あのー、何て言うんですか、最初の画面が違いますけれども、緊急特番ということで、えー、新聞にもですね、もう全国的にも各社掲載しておりました、あこの全国には総合型スポーツクラブがですね、今、経営の危機に瀕しているということでですね、それについて ついてちょっと解説と今後どのようにしていった方がいいのかというようなお話をさせていただこうかなというふうに思っております。まずですね、皆さん、総型スポーツクラブというのをご存知でしょうか。えー、もうどれぐらいでしょう、過去20年ぐらい前にですかね、えー、皆さんよく買うかもしれません、あのサッカーくじの、えー、トトと、ねえー、呼ばれるサッカーのですねスポーツ申告じゃありますけど、その の売上財源を使って全国に総合型スポーツクラブというものを作りましょうということでお金をですね広くやって目標として全国中学校区に1つクラブを作ろうということでやってきて今全国にですね約3600とも3500600とも言われているクラブがあると実際それぐらいの数のクラブに補助金を出してきたというような実績がございます。はい ということはですね、まあ、あのマクドナルドとかスターバックスよりも地域総型スポーツクラブがあるということにもかかわらずですね、もしかしたらこの動画を見てる方にも、何それっていう知らない方も実は多くいらっしゃるのかなと思います。で、えーまあ、この今回のコロナで危機っていうのは、もう皆さん大体ね、どの業種も危機だと思いますので、それはまあもう重々に分かってるんですけど、特にこの業態総型スポーツクラブの危機がですね、どういったふうに起きてるのかっていうことはですね、 えーまあ、お話し,したいいなとううふうに思っておりま,すで、えー、っとまずですね、まあ、先ほども言いましたその中学校区に一つ作りましょうということで、えー、実はですねもう本当に何百万でクラブネタも、ねまあ、1000万近くもらって、えーね、クラブをちゃんと法人化するまで、ね、1000万900万800万700万というような形をもらったりさらに法人格を持ってまたさらに1000万、ねえー、900万800万700万というような形で え5年間、5年間、約10年で、設立の準備期間はですね100万、100万ぐらいもらえますので、もう本当にえこの12年間の中で,ですねまあ何千万というお金を一つのクラブを立ち上げるために予算を投じまして、全国的に作ってきたと、ねでまあもちろんその運営はですねいいところも悪いところもいろいろあるとは思うんですけれども、その辺の内容は置いときまして、今回、ですねそのコロナでえとなぜまあ大変なのかというようなことをですね話をしますと。 えー、先ほど言いました、やっぱり、えー、補助金、まあ、助成金とかですね、まあ、そういったその公的なお金を頂い,いて運営するということが、まあ、多かったので、えー、逆に言うとです、ね、民間の、まあ、フィットネスクラブとか、ねえー、そういった業態のように、ちゃんとお客様からあしっかり、まあ、利益になるほど、ちゃんとお金を取って、えー、活動してきたということがですね、まあ、なかなかないとで、そういった補助があるので、えーまあ、フィットネスクラブがどうでしょう、毎月1万円ぐらい払うんですかね、に比べて、まあ、総型スポーツクラブはですね、 まあせいぜい高くても4000、ね、0 0 0円、もう安いところはです、ね、月謝が100円とか500円とかそういったのが存在するクラブでございます。なので、えー、まあまあ、ね、まずお金集め方としてそもそも運営自体がちょっと弱い,弱いと。 い、えー、いうことでございます、はい、なのでなかなかこうビジネスの感覚っていうのがですねまだ癒されてきた方にはもちろんないので、えーまあ、ビジネスの、ね、もちろん金儲けだけでやれっていうわけではないんですけどもやはり地域の皆さんの健康をずっと維持していくためにもクラブが維持しなければいけないそのためにはあ法人としてちゃんと継続的に運営を行わなければいけないそのためにはもちろん受益者からあもちろんしっかりお金をいただいてその分ちゃんと対価でお返しするという経済活動をしなければいけないんですけど、まあ、そういった部分においてですね えーとあまりにもいただく量が少ない、まあ、お返しする分が少ないのか分からないですけどそういった形で、えー、なかなか、うん、お金をうまく集めれてなかったというのがまあ現状と、はい、で特にここに来てコロナショックでございますね、えー、なのでもうおー、まあ、皆さん、ねえー、お金、えー、なかなか会費を払うのも大変だよという人もいます。 ねえー、もうそういった人がどんどんんんこれれかから減っっていいくかもしれません、ね、そういったところでの経営がまず大変だよというのが一つの問題そしてもう一つがですね、えー、もともとこの総型スポーツクラブというのはですね、えーまあ、もちろん違う人もいます、まあ、1%ぐらいかな、えー、そ,んそんなにいるのか分かりませんけどおの人たちがまあ資産クラブのクラブハウスを持っていたりとかそれこそフィットネスジムみたいなのを経営しているとかですね、えー、なんですけどほとんどの場合が、えーまあ、地域の公共施設を利用していると。 といいうことでございますなので、えーまあ、コロナで、ね、活動自粛ですって言われたら、ねあのまあ、地域が、ねあのまあ、パチンコ屋とか勝手に空いてるとこいっぱいありましたけれどもそうじゃなくてもう行政が貸せませんと言ったらですね、えーまあ、行政の施設ですので、えー、その場所ではクラブの活動ができないと。 で、これがいつから自由に使えるようになるのか、目処も立たないというようなところもあります。で、活動が行えないということは、彼らはその活動に対するお金をいただいてきたので、えー、もちろん、ね、それに対してお金、活動してないわけですから、月謝をいただくことができませんと。 ただでさえもともと運営がね、えー、強いわけではないのに、えー、こういったコロナで、ね、施設もできないでもちろんお金払う人たちも経済危機を迎えるということでですね、まあ、ますます先細っていくというような状況でございます、えー、じゃあですね、まあ、そんな弱い、えー、立場のクラブさんなのでじゃあもう亡くなったら亡くなったでいいんじゃないと。 ねえー、世の中でもいらっしゃると思うんですけど、まあ、そこはですねちょっと私もね、えー、関係もしておりましたのでちょっとフォローをしたいと思いますけれども、ねまあ、世の中の公共と呼ばれるものがありまして公と共ですね、えー、共同で行われるものと、まあ、公っていうのはまあ公あの自治体とか、ね、行政 役場とかがややってるる皆さんのためにやる行政サービスですよね、えー、そういったのがありますけれどもプラス共,共同で行うようなもの、ね、これ様々ままあ、いろんな NPO 団体とかあそういったところもありますけれども利益を追求しないけれどもそういった地域のために必要な活動であると。 ね、そう最近その公共の公の部分公行政が持っているものを少しずつ民間に手放す事業を委託することによって、えー、よりサービスの質を上げましょうというようなことであったり、ねえーまあ、よくありますよねそのなんだろう、まあ、福祉なんかもそうですけど。 そういったところで、まあ、行政の方々がやるよりは,それは民間にお金を払って委託することによって、えー、サービスの質を上げていったり頻度を上げるとかそういったことをしていきましょうと。ね。まあそういうような形でもちろん公共共同の部分のところでの活動っていうのも実はすごく大きいわけですよね。えーまあ、イメージされると分かりやすいのが例えばねまあそこまでいくとちょっと大げさかもしれないですけど自衛隊っていうね え皆さんいいらっしゃいますあれも皆さんお金払ってる自覚ないですよね、も、ね、持てれば逆に反対、反対って言ってる方々も,もういらっしゃるかもしれませんけど、でも、地震になりましたとか、自然災害になりました、ね、何かあった時に真っ先に駆けつけてくれて、えー、日本国民を助けてくれる人が、まあ、自衛隊だったりするわけですよね、まあ、別に僕も自衛隊を推進してるとかそういうことではないんですけども、まあ、そのような形で、えー、実はですね、亡くなったら亡くなったで、必要な時に困るよねと。 こう,いうようなところもあるわけですよね実際今回のこのコロナでですね、えー、高齢者の方々はあの、まあ、外にもなかなか出れないとか世の、ね、中で運動不足になるで動いてないんでお腹がすかないご飯が食べれないということで、えー、しかも家にこもりきりなので,ですねだんだん運動能力も低下するとこういうような形で、えー、まあもう本当に寝たきりの状態にだんだん近づいていくわけですよねそれ、まあ、すると、まあ、お金の話だけすると医療費がとかなんとかっていう,うこともありますけどやはり、えー、ねどの 日本国民の皆さんも、まあ、海外の人もそうなんでしょうけど元気に過ごしていただけるのが一番、ねえー、そのためのフォローアップをですねこういったスポーツ地域のスポーツクラブの皆さんがあ、まあ、していただけると助かりますただじゃあその年金からですね高いお金を払ってとかあそういうふうに、えー、果たしてね、あのーまあ、もちろん、まあ、民主主義なんで、ね、高いいいお金を払えばいいサービスは受けれるんですけれどもやはり生活も開、ね、きがそれこそ格差がそういう大きくある中で、ね、そういった サービスをお金を払ってできない方々にもですね、えー、やはり、ね、日本国民としてしっかり生きている上ですね国地域としてはやはりしっかりとサポートしていかなければいけないと、まあ、そういったところで、えー、そういったクラブそういった人たちがフォローしていくという役割もですねにな、えー、っているのではないかなと、ねえー、そういうようなところでございます、はい、なので、えーまあ、さっきも言いましたもともとやっぱり今ではそういう動きもなかったので、えー、こういった有事っていうのもなかったんでですね、えー 通常の、ね、サッカーを進めます野球をしますとかグランドラえもんのことしますということで、まあ、楽しむ余暇活動の一環で,です、ねまあ、数百円とか払って活動でよかったんですけどもこれから本当に、えー、健康のためにも,もう本当強制的にですね多少運動させなきゃいけないとかお飯のサポートしなきゃいけないそういったことも必要になってきますし、えー、そういったことのフォローアップをしていく、ねえー、ための予算をまあ言ったら行政がしっかり出していくっていうようなことももしかしたらまあ必要になってくるのかなと。 いういうふうふに思います、はいでえーねまあ、なので先ほども言いました、まあ、お金がない体制もそうですで今、えー、実際公共施設が使えないのでさらに場所の問題もあって、えー、活動ができないな,なので経営が大変、まあ、なんだけれどもじゃあいらない組織なのかといったらさっき言ったみたいに、えーね、こういったその公共の共同の部分、ね、地域の人たちを支えるという部分においてはですね、えー、重要な役割になり得るのではないかということで、えー、十分にです、ね、その利用価値ね えー、っていうのがあるんではないかというふうに私は思ってますので、えー、そういったところでうまくうぜひ使っていただけたらなというふうに思います、まあ、さらにですねじゃあ今後お、まあ、今こういったコロナの時期でですね、えー、ちょっとフォローするー大変な方々ね高齢者の方々フォローするというところだけでじゃあ果たしていいのかっていうとですねまたそれも違うわけですよね、えー、もちろんそういった活動に対して補助を最初出してやっていきましょうということがあったとしてもですね、えー、なんだろう 本題としては、そういったその共同でやる部分をみんな地域の皆さんが税金に頼らずやっていくというのがまあベストなわけですよね。なので寝たきりにならないように、これからの皆さんも、ねえー、しっかり日々動いていく、介護予防でもそうですけど、何でもそうですけど、まあ、そういうふうに動かしていくということを、またやはり、えー、そのクラブで徹底的にやっていくということを、しっかりまた、ね、あの受益者負担でお金を出していただきながら、クラブの運営をしていくと、ね、いうようなことも大事になってきます。 ただあ、こういったねコロナウイルスとかみたいに、まあ、出れないとか自粛とかね交流を避けましょう3密避けましょうといった状態の中で、ですね、えー、はい、じゃあまたどうするんだとねさっきも言ったそのおばあちゃんおじいちゃんのフォローにしてもですね、えー、会いに行ったり家を訪問すると、えー、それでまたコロナがもね移るんじゃないかっていうのはまた心配があるとかですねまあ、そういったいろんな問題があるんですけども。まあ え考え方としてはですね、もちろん大変な時期は何かしら大変なんですけど、ちゃんとまあリスケッジをするというか、えー、収入の柱を分けて考えるということが、これ、すごい大事かなというふうに思います。ね、で、えー、まあ先ほども言いました、こういったまあ通常の生活であれば、えー、皆さん、会員さんからしっかり月謝をいただいて、ね、えー、まあもちろん稼いでいくというか、あ事業費をちゃんと、ね、いただいていく、これも一つ。 でこういった有事においてはあもちろん民間の人たち自営者負担もそうですし、えー、行政、ね、国や地域地方公共団体が必要となす仕事でその中でスポーツの役割っていうのを全うすることでそういったところから、えー、事業費をいただくというようなこと。 そしてもう一個しっかりお勧めしたいのがですね、最近またこれ別の動画もぜひ見ていただきたいんですけど、私ね、よくあのバーチャルリアリティとかその VR の世界っていうのを最近勉強してたりもするんですけど、そういった形で、このオンラインね、オンライン上のサービスっていうところにえ少しちょっと舵を切っていった方がいいのかなということも一つ思っております。はい。いきなりそのもうリアルからえーバーチャルリアリティの方にえ何なんだそれはっていうのはですね、びっくりされる方もいらっしゃると思うんですけど、 あなた方のそのクラブになぜ人が通っているのかっていうことを噛み砕いて考える必要があると思っています。はい、その辺についてはですね、まちょっと今、えー、動画長くなっちゃったので、えー、もう一本次の動画でご説明したいと思いますけれども、ね、そのなぜ、えー、そのオンラインでねあなた方のサービスを受ける必要があるのか、まそういったことをね、えー、またこの後の動画でお伝えしたいと思います。 はい、ですので、えーまあ、そういったクラブが危機にあるけれども、あなた方、まあね、クラブの価値はまだまだありますと。ね、なので頑張りましょう。ね、逆に言ったら、経営大変ですという方は、ですねもうぜひお任せください。私やりますので、ね、お声かけいただきたいと。でさらに、これからじゃ継続していくためにはどうしたらいいんですかというのはです、ね、このあと次の動画撮影して、えー、いきますので、またそちらをご覧ください。多分ですね、オープンは1日後、えー、になると思うんですけど、ぜひご覧ください。えー、ぜひよろしくお願いします。 えね、見ていただいた方々、ぜひ高評価とチャンネル登録、よろしくお願いします以上です。